先島カナヘビは、カナヘビ科カナヘビ属に分類されるトカゲ、日本固有種。先島カナヘビ全長26から30センチメートルと日本に分布するカナヘビ科の構成種では最大種。尾は長く全長の3、4に達する。背面は丸みを帯びた小型ウロコで覆われる。大体部にある小さい穴の開いたウロコの数は4。体色は、背面は黄緑色や、 青緑色で、覆面は紅白色や白、炭鉱緑色。胴体には特に反紋がないが、頭部には鼻先から目を通ってその後ろまで黒い縄文が入る。死ゆでの退色の差はない。全体の形はカナヘビに似ており、色彩も含めて青カナヘビにも似ているが、蒸気のように他のカナヘビ類のように、背面に低いた手量が並んでいないのがはっきりした違いである。 背面の鱗に筋状の盛り上がりがないことなどから本種のみで、先島かなヘビ属アペルターナタスに分割されたこともあったが、現在では無効とする説が有力。森林に生息する。樹状性で、幼体は草や低木の上で生活し、生態は樹幹にまで進出するが、地表に降りることもある。植生は動物食で昆虫などを食べる。 繁殖形態は乱生。春から秋にかけて1回に1から2個の卵を数回に分けて産む。石垣市では2015年5月1日に施行された石垣市自然環境保全条例により捕獲、殺傷が禁止された。この条例は竹富町に属する入り表島、黒島、小浜島は対象外であったが2020年に国内気象野生動植物種に指定され、 卵も含め捕獲、採取、蝶と販売などが原則禁止されている。小浜島、黒島の個体群は、沖縄県バンレッドデータブックでは絶滅の恐れのある地域個体群とされている。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。